全体の量が決まってて、二つの仕事量があって、その時間っていうのも決められてる。鶴亀算だよね、これはね。よろしく頼む。次はね、仕事算に関する問題。あるからの水槽に水を入れていっぱいにするのに、A 缶だけを使うと45分かかり、A 缶と B 缶を一緒に使うと20分かかります。で、次の点に答えなさい。ね、仕事算の時って、なんかね、全体を1としたり、全体を最小公倍数で設定したりするんだけど、後者の方が私としては好きかなっていう。ね、A 缶だけで45分って感じと、A と B だと20分っていうね、45と20の最小公倍数、180かな ?180 を、全体の仕事量として決めてあげる。なんか今回の全体の仕事量が、まあ水槽の、まあ容積みたいな感じだよね。で、仮定自分で決めたからね、丸とかでつけといてあげる。で、そしたら、A と A たす B の、それぞれの仕事量を考えててあげようか。A って、こんだけあるのを45分でやるよ。1分あたりいくつになるの？180割る45分で出るよね。ね、1分あたり4丸だけ仕事するよってこと。まあ、この書き方ってさ、さっきやってた速さとちょっと似てるよね。全体の距離があって、こんだけの速さで進んだら45分かかるよ、みたいな。で、仕事算の時ってこういうね、単位あたりの仕事量。で、単位あたりって何って1分あたりとか、1秒あたりとか、1時間あたりとか、あとは1日あたりか。っていうように、そのなんとかあたりの仕事量っていうのをまず考えてほしいんだよね。で、A と B だと、これは20分だよって言ってる。だから180割る20。9。A だけで1分あたり4。A と B になったら1分あたり9。つまり、B の仕事量って1分あたり5だよね。で、B が1分あたり、ね、5だけ仕事して、B の仕事量が分かったから、B だけが仕事したら、180貯めるのに何分かかるのが分かるよね。全体割るこれしてあげれば OK。で、次、括弧2。この水槽に初めは A 缶だけで水を入れ、途中で A 缶を閉じて、残りを B 缶だけで入れたところ、水を入れ始めてから42分後に水槽はいっぱいになりました。A 缶だけで水を入れていた時間は何分ですか？全体の、量が決まってて、二つの仕事量があって、で、その時間っていうのも決められてる。鶴亀算だよね、これはね。っていうので、まあ、面積図書いていこうか。で、まず A、4。で、やって、その後は A を止めて B、こっちでやる。高さに仕事量で、こっちは4だよね。まず A がやって、で、その後 B がやるよ。で、横は、42分という時間。で、面積が容積になってくれれば OK。そしたら分かるのって、まずここの1か。で、ここの差が1。で、ここに線引いてあげると、4×42 で168。残りは12だね、こっち側。まあ、1、高さ1で12にするには、12分だよね。で、この12分って何ってこっちの B だけでやったとき。じゃあ、A だけでやったのって、42から12引いて30分っていうのが答えになるよってこと。Gonna be whatever you say. You may